か、なんかまあオーブみたいなのがいっぱい映る。オーブ。部屋に出るんじゃなくて人に出るっていう昔から言われておりまして、気に裏ら邸に参りました。こちら座敷わらしがいるということなので、早速行ってみましょう。行きましょう。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お願いします。よろしくお願いします。こちらはい、よろしくお願いします。こちらすごく歴史のあるお宅だなと思いましたけれど、築何年になるんですか？築150年で150年、明治ずっと住み続けて270年。こちらに座敷わらしがいらっしゃるというふうにお聞きしたんですけれども、お客さんどのようなご体験をされているんでしょうか？あの一番最初はね、東京の人が若いかな、うん、奥様ここに座敷わらしおりますかって言われて、うん、主人はもうここに座敷わらしがいるって昔から言ってて、円柱の床柱、木偏に鬼って書くんですよね、床の間の床柱のところにいるって言われてるから、彼にもここにいるわよって言ったら、うん、僕今見ましたっていうので、でそれから彼がいいことがありましたと、ね、でお客様にも円柱の床柱に触ってお願い事するいいことがあるわよったら、宝くじが当たりました、結婚できました、商談がまとまりました、それぞれおかげさまでっていうので、今お人形さんとかお菓子がどんどん増えて、うん、たくさんありますね、はい、我々にもいいことが絶対絶対当たります。運がね、やっぱり信じることが大事。そうよ、信じて園児の徳橋さん両手で触ってお願い事を。座敷わらしさんは男の子女の子吉姫って言うんですけどね、うん、最近はね、はい、結婚できましたとかってね報告に来るの、うん、ね、次来る時には誰かしらいい報告を持ってそう来れるように、やっぱり運は掴むものなので、うん、聞き逃さないで自分でも努力して掴むことが、でね、自分を磨いてるとキラキラ自分が輝くので、そこがまたキャッチできるのだと思うので、自分を磨いてください。わかりました。私競馬やるんですけど、競馬とかこの間あのね、やっぱり競馬とか競輪でやる方が一生懸命触って、お財布上げて一生懸命触ってたら、おかげでいいところが当たりました。汚れ役がやっぱり素直にお願いすることが大事で、万馬券当たりますように。そうそうそう、はい、早速 お願いしてっても大丈夫。はい、両手で触ってね、まあお賽銭があれば、でもここの真ん中あたりは少しゆっくりしてね、あいいじゃん、いいじゃん、あらいい、あいいね、もう少し行きます、また行く、もうちょっと、もうちょっと行きます、はい、そしてリューターン、映ります。